入門2、3回断られたんだよね、道場に。あ、先生がですか。そう、マリア体なくてできんからやめ、入るなって。で、一生懸命お願いして3回目か4回目に、じゃあやってみるか。まあ、掃除からですよ、道場の掃除。教えて教えて、月蹴り、それからようやく月蹴りを教えてもらうんだけど、本格的に教えてもらったの酒から。ああ、なるほど。稽古終わったら、先生は、あの頃沖縄はね、ドルの時代だから、アメリカの。1ドル出したらね、マグロの刺身が、こんな大空にこんなに買える。1ドルで。1ドルで。だって、月給がね、大学卒で35ドルぐらいの時だから。だから、まあ先生に呼ばれて、まあ先生もこう見てて、道場がここにあったら、先生の家がね、すぐ、まあ、すぐ隣なんだけど、2階からこう見てるわけ、道場の中。誰々、ちょっとこいつ。そしたら奥さんがこう、いろいろ料理を準備して待ってるわけ。で、こっちは先生のお酒のお相手しながら。そしたら、そこで教えるのが、座りか、どこに行って、例えばバーに行った時には、どこに座れ。必ず壁を背にして座りなさい。すごい。それから人の家に行って、その座布団の出されて座るときにはこうして座りなさいというのは、何かの時に座布団をこう引かれたら自分はひっくり返るから。それからもう一つ一番大切な口の利き方、舌頭というんだけど、舌頭、武術の専門用語で下の刀とか舌頭、はい、これも武器だよって。お前、要するに、要するにこういうこと、この誰にも聞かない、この辺に人がいて、はい、だけど、まあ、あなたはやらなくちゃいけないという時には、はい、ここでこの悪口を誰にも聞かないね、言うわけ。はいはい。そしたら この野郎とこっち、そっちが怒って殴りかかるでしょ。はい。そしたらこれはこっちを待ってて、来たらバッと受けながら、って、ほら、こいつが最初に言われた。すごい。そういう こいつがやったんだ。落ちてた、受けてね、やったんだ。殴り返しただけで、だけど本当は私が仕掛けたわけ。なるほど。もうちょっと涙が今面白い。これ Z すごい技かなと思ったら、なんかやんのかなと思った。面白い。だから元部長期なんかも、これはうまかったわけ、ものすごく。してこう誰かと橋の上でなんかやりそうになったら、元部長期がパッと腰見て、あ、警察官だって言ったら、あ、でもハッと腰見たら足つかれて、ポンとこの橋の欄干から投げ落としたって。そういう賢さも大事なんですね。いや、だからものすごい頭は使いなさい、空手はバカができないって。なるほど。先生、沖縄で道場を破りじゃないですけど、もうだいぶ昔書きだめしっていうのがあった時代があって聞くんですけど、そういうのっていうのはやっぱ大城先生もさらに前の代、僕らより、まあ、時代的には僕らより 前の人ですし、なんだけど、あれは書きだめしっていうのは、お互い本気でやるわけじゃないから、そのあるつけのところまで行ったら止めるわけ、お互いやめるわけだけど、元部長期はこの書き溜しで有名で、このしょっちゅう、まあ元部長期の場合にはね、元部長友というお兄さんがいて、はい、あの子は長男が一番大切にされてて、
長男は正式に空手を習ってる。本部長家はあの次男で、次男か三男か知らんけど、とにかく次男から要するに正式には習ってないわけね。だけど自分で研究して、それからまた大きくなったら有名な先生方のところにいて習って、で要するに書き溜めしに行くわけ。そしたらあの頃ね、各家庭に大体薪割りみんな庭に立ててあった。僕らも家には薪割り立ててあったの、自分で。すごい。でこの、ま、夜中帰ってきて炊き溜めして、夜中帰ってこの薪割りつくつくでしょ、そしたら隣のじいさんがこの音を聞いて、あ、今日は長期は負けたな、音で分かろう、今日は勝ったんだな、うん、すごい。だけど僕らがやる時まではもうあの、まあ、道場の作りがそうだったから、道場の庭に薪割りあったわけ、はい、絶対にすぐにはつくな、薪割りは。すぐつくな、そう、不用意につくなと、はい、必ず調べなさい、はあ、というのは藁と藁の間にカミソリを仕込んだり、それから薪割りの後ろから釘を打ち込んで、こう藁のちょうどここまでやって、そしてそれを知らないと言ったらもう手を使い物にならないでしょ、はあ、なんでそういうことをするかって言ったら、要するに書き溜めしで負けたやつが恨みを持ってやれ、持ってるやつもいるかも知らないから、絶対に薪割りは最初は調べてからやります。ああ、なんかちょっといろいろ分かってきます、やっぱ時代なんですね。そうそう、時代、そういう時代だから、この薪割りは調べてからつきなさいというのが、いや、面白い、先生が言うと確信なの。いや、本当に今までいろいろ回った時に薪割りをバーンって一発で壊すっていう話もあったり、で次の道場行った時には薪わらをつく前にまず触りなさいと、では相手の薪わらも壊さないようにとか、うんうんうん、今のが答えのような気がする。それなんだろうね、きっと。うん、だから薪わらというのはそのまあ鍛えるものではあるけれども気をつけなさい。でこの、うん、僕らの先生の時代までね、人の道場に行ったり、また人の道場に行ってから薪割りをするのが楽しみな人たちもいたのよ。へぇ、それが腕っぷしを見せるためというよりは月がどのぐらい強いか、あ、見せるため。そうそう、そう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 の番人だったわけで、まあそういう声があって、そこにその薪割り立てあったんでしょ。そしたら若いのが来て、おじいさん薪割りついていいですかって言ったら、また若いのがってこう、うん、いいよって言ったら、バーンって言ったら薪割り折ったわけね。はい、若いな、もうしょうがないねって、このじいさんが座ってからポッて言って、薪割りの根元からパキンと、そういう話もある。ということは薪割りを月一発でバンって割る人たちが昔はもちろん、もちろん星野先生たちも折ってたから。これ月がすごいからですか、それとも時代的に板がなんか古いというか。いやいや、そうじゃない、そういうことじゃなくて、月が、月方があるの、そういう、あ、